カゴサイコロクラブは中道広次大による日本の漫画作品。月産にて2013年4月号から2021年7月号まで連載された。京都のとある高校を舞台にアナログゲームを通じて成長していく少女たちの姿を描く。作者によればアナログゲームのみをテーマとした漫画は知名度が低いとの理由から編集部の反応が悪く。 一旦不採用になっていた。そのため女子高生のコンビが、毎回様々なホビーを体験する漫画として、ネームを作り始め、第1話であやとびきが出会い、第2話でアナログゲームが登場したものの、第3話の内容が定まらず、ボルダリングや作動、カラオケなど様々なテーマで何度も書き直したものの、ことごとく没となったという。結局編集長より、 君が好きなアナログゲーム1本で、との許可が出たため、タイトルも、放課後サイコロクラブと決まった。第1話では、アナログゲームが出てこないのはその名残とのこと。基本的に実在のゲームが1話につき1本登場。登場人物がゲームをプレイするシーンがあり、簡単なルール説明とそのゲームを通じて浮き出る、登場人物の友情や、恋愛感情といった心情が描かれる。 単行本では話の後に作者の知人であるマルタコージによる登場したゲームの解説コラムが掲載されている。当初はアヤとミキ、ミドリの3名がメインだったが第30話でアナログゲームの本場であるドイツから来日したエミリアも加わり4人組となる。そしてアたちが進級して2年生となる直前の第45話で一旦ストーリーに区切りがつき 第46話以降は、新1年生であるナオとカンナが、新たに加わり、2年生に進級した、それまでの登場人物も交えた、群像劇となっている。声の孔は、テレビアニメ版の声優、アナログゲームで遊ぶグループ。2年生に進級して、以降は、理系文系でクラス分けされるため、第45話で、アナログゲーム同好会、放課後サイコロクラブを結成して、 友情を確認し合ったが、この時以外にサークル名を故障するシーンはない。なお、メンバー内で名前を呼ぶ時は表記がカタカナになっている。緑たちの一学年下にあたる。八巻では彼女たちがメインの話が続くが、第51話で上級生である放課後サイコロクラブのメンバー全員と知り合いとなり、再び以前からの4名もメインとなるエピソードも見られるようになった。 エミリアのドイツ時代の友人。ドイツ在住のため、エミリアの帰省時と回想シーンにしか登場していない。カッコ内は、作中メインで描かれた、際の話数。は、収録された単行本の表紙で描かれているもの。は、収録された単行本の裏表紙に登場するもの。カッコ内は、テレビアニメでの登場話数。インは、作中で、 プレイ済みのゲーム2019年10月から12月まで朝日放送テレビ他にて放送された。内容は原作1から7巻からエピソードを抜粋し再構成したものでエピソードの順番が変更されたり別々のエピソードが1話に統合されたり一部エピソードでは遊んだゲームが変更されたりしている。原作と同様に毎回異なる実在するアナログゲームが 劇中に登場しており、エンディング内で、その回に登場したゲームを提供した企業、団体名とゲームのタイトルが、ボードゲーム協力、協力として表記されている。各館には、特典として、市販ボードゲームの放課後サイコロクラブエディションが同梱されている。ありがとうございます。